上杉の政、上杉の政は、戦国時代から安土桃山時代にかけての上野国の大名、関東官令、1531年から1561年、三内上杉家15代当主、北条氏康に敗北した後、長岡の長岡景虎、後の上杉謙信を養子とし、上杉家の家督と関東官令職を譲った、謙信の死後、 植杉家の家督相続をめぐり争われた、おたての乱で戦死。県あたり、読み同じ、旧自体、県党、光通るとも名乗っているが、よく知られた県政の名で統一する。大英三年、1523年、植杉のりの子として生まれる。大英五年、1525年に、父が死去した時、まだ三歳という幼少であるため、父の養子である。 上杉謙広氏、小学坊、足利高元の子、署名、足利春次家、が家督を継いで当主となった。家臣の小旗良家、畑証言の娘を幼女とする。協力4年、1531年、関東協力の内乱の結果、仙台実施の県政を擁立する成田氏、安中氏、藤田氏、小幡氏などの勢力が、対立していた県官方の長野氏らに勝利し、 県政が三内上杉家の家督を継いで関東関連となった。同年中、古学防科内部対立も決着がついた。天文10年、1541年、信濃国の村上の力を、諏訪寄主家、海野国の武田信虎ら,らは、上野国と隣接する品野小さが田軍へ侵攻し、5月23日の雲野平の戦いで雲野宗綱を破ると宗綱は、上野絵の画で、 県政に救援を求める。同年7月4日に、県政は救援のため品の作軍への出兵を行うと、諏訪軍の諏訪頼重は、名役関係にある武田氏、村上白に無断で県政と和睦し、所領を分割する。この頃伊豆国、相模国の御宝城氏が武蔵国へ進出し、県政の軍をたびたび破った。ご法城氏の勢力拡大を危惧する県政は、 天文十四年、1545年に、旧敵、大木谷上杉家の上杉友貞と結び、五北条氏に接近していた古学坊、足利春氏を上杉方に引き込み、駿河国の今川義元とも和睦した。そして古学坊、関東関令の移行により、周辺武士を救護し、吉本の挙兵で、北条氏康が駿河へ出陣した隙に、晴れ友貞と共に、 北条綱重家が守る川越城、かつての大喜に家の城を大軍で包囲した。しかし、翌天文15年、1546年4月、今川氏との戦いを収めた宇治安との決戦で大敗を喫し、川越城の戦い、3000人余りの将兵を失って居城である上野平城に逃れた。この時、本人を命がけで守り、闘争を手助けしたのは、 本間を見守ると本城氏一族の本城、藤三郎と本城真ネだとされる。その後は、県あたりと改名して、勢力の立て直しを図ったが、天文16年、1547年に、村上氏との連携により、品の志賀城宮苑に出兵した際に、作軍、小大玄における、小大玄の戦いで、武田晴信、信玄に大敗を起死した。武蔵では、 自律的な、おしじの成田氏に続き、代々の三内上杉家家臣も離反していく。北、玉、入間を漁した、勝沼城の三田氏が、ご北上氏に基準し、秩父、小玉、大里のおすたる藤田氏や南玉の大石氏が、北上氏から養子を迎え降伏して、県政は、次第に上野に押し込められていった。その上野でも、伊勢崎の名場氏と国宝上の大庭氏、 縦林の赤石が宇治安方についてしまう。特に、名場市は、御北条氏の最前線として、活発に行動し、周辺の上杉勢と衝突している。天文21年、1552年、武蔵の最前線たる、御嶽城、足利長尾氏より子、阿保氏の城、が落城して、平井城が北条軍の脅威にさらされると、美濃は長野市、安中市など、 西上野の家西の州が、名場市に通じ古城市に、服属、続いて、県政の馬回り州もを反した。これにより平井城から、県政は、退去せざるを得なくなり、同年三月に落城した。県政は、山内上杉家家て火災、足利長尾市や東上野のオス、横瀬市を頼ろうとすが、すでに後北条市により、足利長尾市は、平井周辺と武蔵国内の多くの領地を奪われ、 本領足利へ退き、また、横瀬氏は、東西から、親北城の名場氏赤石の攻撃を受けており、県政は、足利町尾、横瀬領氏の居城へ入れず、利根東の上の北部へと向かい、そのまま一五国の長尾影景虎、上杉謙信のもとに逃れていった。なお、関東伊に戦六によれば、平井落城の際に、平井城に泊まった、着南、龍若丸が、 県政により置き去りにされ、馬屋橋にあった家臣に預けられたが、その家臣が、御法上氏へと裏切ってしまい、竜若丸は、北条氏康に捕らえられ処刑されたという。一方で、同時代史上の二王教科中堅文史翼書きによると、御武上落城の際に、若君、竜若丸と、推定が捕獲され、氏康に殺害されたと風説が流れという。 県政の越後入りの時期については、異説が示されている。通説では、平井落上後に、すぐに越後へ向かったとされるが、上杉家文書には、工事三年、1557年、上杉屋古年区には、永六元年、1558年に県政が越後入りしたと伝えており、このうち、永六元年説が有力とされる。平井落上で、上野南部は、 ご法上氏の両国と化したが、越後国に入る前は、上野中部、北部にあって、ご法上氏に対抗していたとされる。しかし東上野は、古学坊の影響が強かったため、古学坊が足利義使用率で、ご法上氏の区靴と化すると、その命令に屈する形で、天文二十三年、五百五十四年に、横瀬氏と気流氏が、工事二年、五百五十六年に、 最も抵抗の激しい足利長尾氏も、後北条氏に降伏することになった。そして、永六元年には、東の岩下城、岩洲城主の上野斎藤氏が北条に降伏し、正確な都市は不明だが、馬山橋長野氏や沼田氏も北条に従属しており、上野国内の親上杉勢力が壊滅したため、越後長尾氏を頼ることになったと指摘される。また、 武蔵方面でも親さん内科であった同族の深谷、や、上杉家当主、上杉謙聖などが降伏している。謙聖の越後入りは前、小学坊、足利春氏と重臣の柳田聖介が仲介したと言い,い、謙聖は、白井長尾氏、宋者長尾氏、安中氏など、上野国人を率いたものであった。なお白井長尾氏、宋者長尾氏などはすぐ上の駅国氏北上勢に、 備えたとみられるが、A63 年、1560年までには公式レズを、北条氏に服属している。越後に入った県政は、長岡元ら、後の上杉県臣を養子とする。上杉家文書では、工事三年、1557年というが、資料が複数の時期にわたって書き足されたもののため、時期には異論もある。年、1560年には、 旧神の足利長尾氏と安房国の里見義隆の要請もあって、県政は影虎に報じられて、関東へ進行した。御法上氏から、北条公原が入っていた、沼田城をまず落とし沼田氏を復権すると、これを見た、白井長尾氏、宗者長尾氏、美濃は長野氏はすぐさま、上杉軍にこうし参陣したと見られる。一方で法上方として活躍した、名場赤井氏は応じず、 のち信に滅ぼされている。さらに、北条の支配を受け入れていた、馬屋橋長野市、上野斎藤氏は交戦した上で復属した。翌年の小田原城攻撃までに、長尾影虎は、関東諸国の諸将を急護して、大軍を編成するが、この時に影虎の参加に集まった諸将を記した、関東幕注文という資料がある。ただし、影虎を、あくまで、 県政の名代とする資料があるため、幕中門に記された書章は、関東官令である、上杉の理政の名のもとに参集、連合した可能性も指摘されている。またこの中には、宇都宮市、小山市、小学防税などの半法上の諸勢力の他に、藤田氏、三田市などの一旦法上に服属した国人も多い。ただ前述のように、上野国内で法上方として反抗した後に、 服属した武将もあることから、実際には、関東幕中門に記された、諸勢力と同等の国人勢力が北条についていた、可能性も指摘される。北条軍との戦いは、北条氏康が、小田原城へと牢城したため長期戦となった。a 禄四年、1561年3月、鎌倉鶴岡八万グルにおいて、長岡ゲ虎、後の上杉謙信に、 関東関連職を上渡した。この時、影虎に、上杉の死と自身の変記を可視して、上杉正虎と名乗らせ、三内上杉家の家徳の正式な後継者とすると、共に、道家経図、伝来の長法を上渡した、一説には、永六二年、1五百五十九年、もしくは養子にした時点で、官僚職を譲っていた、ともされている。 その後は隠居して停発し、光通ると申した。以後は謙信が関東経営に携わり、謙政の関与は資料上に見えなくなっている。天正六年、1578年に、謙信が死去すると、養子の上杉か下虎と継承との間で家督をめぐる、争い、お立ての乱が勃発する。旧三内上杉家臣に、後法上氏との関係を重視する意見もあって、 県政は影虎を支持したとされる。一方、当時越後に亡命していた山内久神の大部分、大石綱元、倉賀の直行らは継承方についていることが確認されているため、実際は不明である。当初は拮行していた争いも、越後の国人勢力や武田勝頼に支持された継承が有利になり、影虎は県政の館である御たちに立てこもり抵抗を続けるも、 窮地に立たされる。天正七年、1579年、県政は、影虎の着難、道万丸と共に、和睦の交渉のため、春日山城の継承のもとに向かったが、二人は、継承方の武士によって、人所で撃たれた。去年五十七、一節には四津付近で包囲され、自陣したとも言われる。墓は、継承が転望された、米沢の寺師寺にある。 県政時代、県あたり、県道時代、天文十五年四月から七月、雨の小屋根の命、かす大社内神から天を運ね命、天根氏命、うさし命、大いごきつし命、いかつし命から、なしつし命から、神引活命、久さうが主命マイナス国間大イカま命、きょう、さやま命、中富の雷大臣命から、大小橋命から、朝日社境、 おとみのるいのちあびこ大連、新人大連かあさだいぶ、黒田大連、ときわ大連、かとのう大連、みけこ。ふじわら、なかとみのかまたり、ふじわらふひと、ふささき、ほっけまたて、うちまろふゆつぎよしかど、かじゅうじたかふじていほうあさよりからため、たすくせつこうよりあきけんすけ、もりみのるあきのり、もりけんきよふさ。うえすぎしげふさよりしげのりふさ、のりあき。 初代関東関連乗り方県城乗り元、乗りザネ乗りただ、ふさあき、あきさだ乗に亡命後、三人の子を設けたと言われている。関西重修書家父には、達若丸と乗り藤の二人が見え、さだ藤は父、県政の越後入りに従ったが、お立の乱で打ち死にしたとされる。また、戦国大名慶夫人明治天東国編には竜、若丸以外には乗重が見え、 越後で出家して、みほじと称したが、おたての乱で討ち死にしたとする。また、剣への子、建国が、倉本氏と称したという。上の人物詩では、竜はかまの辞定に、重労乗り影があったといい、おたての乱で討ち死にしたが、その子、家房が生存して子孫が続いとある。幼女の妙尾院、小畑良家の娘は、深谷上杉氏家臣で深谷四天皇と呼ばれた。 秋元慶安の室となり、秋、元町朝を生む。長朝は、小田原北条氏の地徳川家康に仕え立身し、江戸幕府成立後に、秋元氏は大名となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。